これから冬に向かっていくんだけれども、その時冬とかね、これからの先の作業として何をすればいいかってことを、まあ、動画でお話ししたいなと思って動画撮ってるんだけれども、まず青森の場合はね、実は雪が降るからそんなに気にしなくていいんだけれども、霜の問題があるのね。特に関東とか太平洋側とか霜降りると思うんだ。あまり住んだことないから分かんないけども、静岡ではすごく霜が降りて、で霜が降りると何がダメなのかっていうと、霜柱が立つじゃない。でそれが溶ける。でその時土も一緒に起こしてしまうわけよ、表面の土。その繰り返しで土がね、単流かつが砂っぽくなって細かくなっちゃって、それで風が吹いた時に一緒に砂が飛んでっちゃう、砂っつうか土が飛んでいってしまうっていうのを見てたの、静岡にいた時。でこれは土が壊れてしまうっていうか、表面の土が一番やっぱりこう、なんていうんだな、土の大トロっていうか、そういう重要なところだから、それがどんどん流出してしまうっていう問題があるわけさ。だからこれ良くないよねっていうのを教えてもらって、じゃあどうするんですかって聞いたの。青森の場合は雪があるからね、その中は湿度があるし、ある程度の温度に保たれてるから、そういう流出するってこともほぼないんだけれども、そういうふうに飛んでしまうと。だから俺分かんなくて、ね、青森は必要ない作業だから、でそれを聞いたので、そうしたら教えてくれたのは、表面に有機物を敷いてカバーしてあげるとか、あとはなんだ、堆肥を表面にカバーして、まあ、とりあえずカバーするのよ、表面をね。で霜に当てないっていう工夫、これをするといいよって教えてもらって、まあそしたらね、ほら、表面の有機物は霜で凍るかもしれないけど、土は守られる。でその下で生き物は生き延びられるっていう、ね、霜が降りて荒れることによって生き物も凍ってしまって、ね、やられてしまったりするかもしれないし、土壌の微生物も減るかもしれないし、何よりも土のその一番おいしいところが風で飛んでしまうっていうことも防げるから、まあ、こういう作業も必要なのかなって、必要なのかなっていうか必要だよって教えてもらいました。で全面に敷くのは無理だから、通路部分はまあ秋に草ある程度あると思うからそれでいいとしてね。で問題は耕して何回も使ってる作付けしている場所、ここだけでも、草とか、あとは堆肥とかを表面に撒いて土を保護してあげてほしいなって思います。堆肥を買ってくるでもいいし、夏の間に草刈りをして草を溜めておいて、それを表面にバサバサバサっと敷いておく、ね、これだけでいいと思うんで、それを春になったら耕せるなら耕す、まだ分解がね微妙だなって言ったら一回取り外してまた耕してみたいな形でやればいいんじゃないかなと思います。で青森の場合ね、雪が降るっていうのは霜から守られるっていういい面を今話に出てきたんだけれども、逆に雪があるから冬何もできないんだよね。4ヶ月から5ヶ月ぐらいはね、その雪があるから土触れないのさ。だから俺畑できないから、まあ、YouTube とか、ゴミの仕事とか、あとなんだ、雪の仕事、屋根の雪下ろしとか、そういう別の仕事をするんだけれども、で関東であれば、まあ、そこをほら土作り、堆肥を入れてすき込んでおいたりとか、なんかいろいろやれることあるかもしれないんだけども、ね、土を畑を整備したりとか、また多少は何か育つのかもしれないし、でも青森の場合って今雪だらけだからほぼできない。じゃあ何するかっていうと、ね、せっかく雪の下は、0度ぐらいである程度暖かいわけさ。本当の外よりは外マイナス10度とか5度10度になってるけれども、雪の下は0度だと。そうすると生き物は生きてるわけさ。だからそこで生き物に活動してもらって土作りを進めておいてもらおうって俺は考えてるの。だから何をするかっていうと、雪が降る前に、米ぬかとか散布したり、買っておいた草とかを少し軽く混ぜておいて、ね、そういうふうに有機物を補給して、米ぬかの、ね、ご飯をあげておいて、微生物が活発に元気に活動できるような状況にして雪を上に積もらせるっていう形でやってます。あ、もみ殻とか稲わらもいいかもね、うん、そういうのを雪物を入れておいて、で雪の下にして雪の中で生き物に活動してもらって、そして土作りをしてもらおうっていう方法を結構取ってます。じゃあ緑肥があったら、緑肥生えたんだったらそれ倒しておいて、でそれその下で生き延びてもらってもいいし、まあ、すき込んでもいいんだけども、まあ、そういう形でね、冬の間何もできない、4ヶ月5ヶ月できない、他の仕事をする、その時には
俺は畑の仕事はできないんだけれども、逆にそこに住んでくれてる生き物たち、俺この生き物たち何匹だろう、何万何千万何億っていると思うんだけども、は俺の仲間、まあ、従業員だと思って、その協力してくれた従業員にお給料として有機物、米ぬかを補給して、で雪の下でちょっとお願いしますねっていう感じのイメージね、うん、で、土作りをやってもらってるいう感じですね、うん、大体そんなところかな。冬、うん、まあ、俺は基本冬はね作物作れないっていうことで、青森でもハウスがあれば、まあ、缶詰ほうれん草っていうものを作れるんだけれども、ハウス持ってないから基本冬はやらないっていう形で取ってるから、そういう形で雪の下で土を作るっていうこと、生き物にとってより良い環境、住みよい環境を作って土作りをしてもらう。だからこれ雪があるから結構楽なんだけども、雪がない関東であれば、その突き込むんじゃなくて表面に雪物、草とか置いたり落ち葉置いたり、堆肥置いたり、米ぬかもみ殻、あと稲わらとか巻いたりして、なんだっけ、その霜が降りても大丈夫なように、土にダメージが与えられないような状況を作るっていうのも、それも土作りになるし、その下で生き物が生活を営んでくれて、その営みが土作りにつながるんで、そういう方法を取ってもらえればいいんじゃないかなって思います。冬、本当に冬に作物をどう作ればいいかっていうのはちょっと俺やってないからそれは答えられないけれども、冬の間の土作りは雪が降る前、雪が降る前、霜が降りる前かにやっておいて、それで仕込んでおいて、あとは生き物たちにお願いする。だからほら、酒造りとか味噌とか醤油とかも冬っつうかちょっと前あたりに仕込みをして、その間ほら生き物たちに頑張って発酵してもらって、で出来上がるじゃん。だからそういう感じよ、土を発酵させる、土ごと発酵っていう考え方があるんで、その土ごと発酵を冬の間にやってもらおうっていうことで、そういう有機物を補給して、もみ殻、米ぬか、いろんなものを入れて雪の下で、俺の方は雪の下で、関東の方はまた違うやり方あるんだろうけれども、そういう形で冬の間に土ごと堆肥化、発酵してもらおうっていうふうに仕込みをします。だいたい俺がやるとすれば、雪が降る1ヶ月前とかだから、今借りてる畑11月ぐらいには降ると思うから、10月、まあもうそろそろやっていくかなっていう形です。今年は豆がね猛暑で実が入らなかったから、そのまんまにしてそれをすき込む形でやるかもしれないし、ね、もみ殻を巻くかもしれないし、米ぬかを巻くかもしれないし、まあ、その辺はちょっとちょこちょこっとやりながら変えていくんだけどもね。だそういう形で雪物を、雪とか霜が降りる前に補給する、カバーするっていうことをしておいてもらえればいいのかなと。でその先の作業は生き物にお願いする、で人間は別の仕事作業をして、春にまたスタートできるようにっていう形でやればいいんじゃないかなっていうか、俺はそういう風にやってますね。地域地域でやっぱり雪が降る降らないでまたやっぱりいろいろ変わってくるから、そこは周りの農家さんにやっぱ確認したり聞いたりとか考えてもらえればいいかなと。俺の場合はそういう風にしてます。で静岡に行った時はカバーできるならカバーした方がいいと、ね、面積が大きすぎるとできないから、ちょっと現実的じゃないんだけれども、小さい家庭菜園ぐらいであればできると思うんで、まあ、そういうにカバーすることとか有機物を補給することを今からちょこちょこっと準備してやってみてもらいたいなと思います。